んにちは、大好き友がお送りするやまるちまったりマインクラフト。撮影日は5月12日0時18分です。でね、姫の方からコメントが来たので本拠地に戻りたい本拠点に戻りたいけど、ちょっと見たい。サガンナ落ちてないかな、点々としてる感じね。なるほど。砂漠からアカシアゾーンに入るあたりにもしかしたら村があるかもしれない。小山の向こうだ。待て、ベッドがない。帰ろう。おっ、ただの砂目まだ。帰ろう。だいたいまっすぐ来た感じだから、まあいつでも来れる位置にはあるね。あとはそうだな、帰り道で、途中のね、沼地的なところで見つけた家の中に預けた花とかを持って帰って、しっかりベッドとこにいたかしら。あ、こっちね。どこ、お、タイマー届いてない家かもしかして。おやすみなさい。おはようございます。ベッドもあっていくぞ。さらばだ。また会う日までごきげんよう。今度来るときはリードを持ってきて、あれだね、馬持ってきたいね。馬連れてきたいね。そして一旦しっけ、ほいほいほい。あれ、こっちでいいんだよね。あ、いいんだ。とりあえず動画は的にはまだ姫はこの俺が魚を見つけたところ、魚じゃない砂の山を見つけたところね、姫はまだ気づいてないから、気づいたらどれくらい持ってきてっていうコメント多分くれてると思うんで、ね、そしたらまた来よう。あの山を目指すんだ。まっすぐ走っていけばいい。何、まっすぐ、ひたすらまっすぐ、あの山でいいんだよな。大丈夫だったはず。目印が欲しいところだな。とはいえ手持ちで何か目印に使えそうなものがない。砂利とかどうした、全部置いてきたら。よいしょ、それも結構だ。よいしょ、よいしょ。あそこの村もちょっと発展させてから次来るときは木炭を持ってこい。あ、木炭じゃなくていいか、タイマスティヒア。よいしょ。で、どこ、正直松明を植えたのは失敗だな。夜は確かに輝いてて分かりやすいかもしれないけど。あ、ざっす。おい、昼間だぞ。考えろ。あ、死んだ。俺、死んだ。危ない。日陰に入る前に倒すという。危ない危ない。地味に置いてあるからいいね、松明。オッケーオッケー。さあ、この中のアイテム全部持てるかな。あ、持てない。なんたる不幸。置いて、
で、そしたら、タンパク、あれ結局持てない、どういうこと、なぜいらん、矢印矢印を書いておこう、これで大丈夫だ、あっちに行ったんだなって分かるからね、しけほいっと、こっちの方向まっすぐ帰っちゃうと山登っちゃうから、できるだけ右の方から回っていくような感じじゃないと、湖があって本拠点に帰るまでに大変だからっていうのまで考えていかないとね。ついでに砂利ってどっかなかったっけ、砂利も今回のコメントで大量に必要だし、確保しておいてくださいということなんで、ちょうどいいや、砂利じゃなかった、たましたな、なんとかして持てないもんかね。シャベルの量バカタレが、あるね、オッケー、よっと、危ない、よいしょよいしょ、木が多いと見づらいね、自分がどこ走ってんのか分からなくなるよ、でも大丈夫、そろそろ見えてくるか、よっしゃ、逃がすと思ったか、でライラック持ってるから持って帰れるね、ここに出た、あれ俺的にまだあの辺走ってる予定だった、あらイメージとは完全に異なる感じ、頭の地図がまたずれちゃったわ、うん、でいいよ、オッケー、うん、あっちまでの道をなんとか作らないとね、水が多いからね、大変だからね、あっち行くの、ほう、いい感じのカボチャロードができて、よいしょ、そうだな、あんだけの量のねアカシアと砂はなかなかの資源だからね、うん、第二の拠点としてここを決めたでしょ、王国の次にできたこのワークベンチランド王国鳥の寮ね、この王国にふさわしい資源の量をね確保しないといけない、よいしょ、とりあえずお花持って帰ってきましたよ、あれやべえ、この原木取っちゃったから葉っぱが消えちゃった、うん、とりあえず預けられるものを預けて、ニック、花がここに入ってるから花入れて、新しい花だよ、アンパンマン新しい花だよ、あ、羊肉ありがとう、あれちょっと肉が減ってきたな、でこれをあげる、
ちょうどだね。はいはい。で、本曲げる。一旦ね、こっち入れとく。姫使いたかったら使っていいからね。はいと。はいと。あそこ何で持ってんだ。裏弓の量。違う、弓じゃない。矢の量も入ってきちゃったな。馬あげよう。これもあげよう。剣材として持っていてもいいんだけど。で、この絵は預けるとして。はい。OK。OK じゃない。それではコメントの方やっていく前にしっけ。はい、電池がなくなってて危なかったよ。まず赤い染料を5個使ってガラスを作る。ガラス赤40個作る。はい、これで40個できるんだっけ。いいんだっけ。大丈夫だっけ。1個で8個とかできないよね。大丈夫だ。できるよね。ここか。はい。あ、うん、そうだね。オッケー。そうだね。一周8個だもんね。赤追加。続いてコップ4個を使ってガラス白を32個作る。ちょうど白。僕たち1スタック棒を6スタックと石ハーフ1スタック作る。棒が1,2,3,4,5,6 スタックで、ハーフ1スタック。でも棒6スタックの石1スタック使うって書いてあるからこれでいいんだと思われるというとこ。よいしょ。皮を大量に作ってるけど、もしかしたらここに飾っていって兵士的な感じで並べるのかな。なんかお城のさ入り口とかにさ両脇に並んでたりするじゃん。そういう感じにするのかな。この道の上にそうやって置くのかな。可能性はあるんじゃない。ふふふ。次サガン1。サガンは全部1地方間チェストの中に入れておく。うん、これサガンじゃなかった。これサガンだ。これすんだ。はい、サガンと滑らかにしちゃってごめんね。まだだったかな。まだ早かったかな。滑らかにする。次本拠点の裏側、用意するアイテム多くの木材に。多くの木材を2個。裏側っていうとそこかな。うん、裏側で白樺を白樺を多くに変更すると。ここ直しといた方がいいかな。あ、開いちゃった。あれ、なんで缶壺置いてあんだ。なんで缶壺置いた。あ、そうだよね。缶壺が開いとそこにトラップ動画置けないはずだったんだけど、浮くというまさかのねハプニング。はい、続いて3番。
今ので2番2個終わりです。次、本拠点前の空中通路の工事、用意するアイテム、多くの階段3個、作業台2個、新たに作る、多くの階段が3個23、OK、足りたで、作業台に1個を追加中。通路の階段部分3箇所、多くの階段1個を3個置く。階段の左側に追加設置。階段部分を3ブロック幅にする。その階段の左側に、左隣に作業台設置。結果、階段部分はトータルで5ブロック幅になります。この階段の横につけていくという感じかな。階段の左側に追加設置、そういうことだね。びっくりした。ねえよ、音うるさいし、びっくりするか。ねえよ、おやすみなさい。おはようございます。無駄にリアルに仕上がって怖いんだ。ちっちゃい頃カメラで怖かったしな。そうすることによって、この作業台の上から落下すれば確実にこの上に降りれるようになったと。このスペースは少々怖いけどね。よし、はい。このスペースを何とかするためにツタを後で回収しておいた方がいいかな。ここも通路としてちゃんと多くを置くの、多く置くだとしたらね。続いて、本拠点内での作業を下準備。あ、ごめん、これやったやつだ。次、写真撮る順番間違えちゃってね。3番から撮っちゃってね。あ、これ3番だっつって1番、2番を撮ってっていう風に。こちらの事情です。すいません。4番、用意するアイテム、最寄り試練が20個。最寄り試練がを20個。石がない。なんだろう。ちょっと待って、棒のストックがなくなってしまった。丸石がない。あ、丸石全部焼いちゃった前回。おや、あざっす。これはちょっとこうしようぜ。てか、これちょっと待って、これ上で最近上に入ってるから。 OK、 はい、 OK。 で、角部分をよいしょ、もう一回落ちるよ。はい、この部分をこうしていくと。
いやー楽、こんなに楽に置けるとはっていうぐらい。よいしょ。おや、でもこれだと余るよな。ってことはさらに別の場所にも最寄り支店を置いていくということになるはずだ。よいしょ。さあ8個交換し終わりました。続いて B は上の木製部分はそのまま、2個下3ブロック目のブロックを3個目のブロックを最寄り支店がと交換、計4個。あれ、20個だよね。下のブロック2個。オーケー。あれ、あ、捨てないで、こことそこに、ここも交換と。しっけ、危なかった。よいしょ。出ますね。姫。おっと、しっけ。俺ならね、間違いなくそこは土か何かを植えるだけっていう手抜き工事をしてしまうところだけど、細かいところまで姫はやっていくと。素晴らしい。ですらいいね。ちょっと待って。大胆な手抜きですこと。あらららあらららあらら。おかしいな。まあ、大丈夫そうだね。はい、ちょっと待って、持ってこよう先に。よいしょ。こうね、ちゃんと置いたことによってね、置いたという安心感あるからね。基本この人は右利きだから右手に持ってるものを優先的に使っていくから大丈夫。ちょうどだったら、まさにそれ用のなんじゃないか。えてててて。上2ブロックはそのままで、一番下のブロックを、最寄り支店に変える。よいしょ。あれ、あれ、これと、あれ、どういうことかな。これはどういうことかな。これはこういうことでいいんじゃないかな。よいしょ。と、まあこれは、うん、そうだろうね。これはそういうことで、これは手抜きとかじゃないか。ここまでちょっと手抜きじゃないか。これは多分そういうことだと思うんだ。そういう設計なんじゃないかなっていう、そういうあれなんじゃないかな。俺かな、これ俺のミスかな。大丈夫かな姫。
そらく修復コメ来ると思うけど、これがねやっぱね土台からちゃんと作っていくという、俺はもう見えるところだけみたいな感じだけど、姫はちゃんと土台からしっかりね、基礎が大事だから、建築においてやっぱ基礎が大事だから。次、へこみ AB 部分用意するアイテムが1年が35個、基礎工事からね重視していってね、ちゃんとこう頑丈な鉄壁のね部分を作っていくと。植えるってことかな。35個だった、返しを置いた石レンガの途端に35個チルト置いていくかって感じだね。トントントン、お、金庫余ったからここまでに、あった、湿気。用意するアイテム、磨かれた暗算が、磨かれた暗算がどこにしまったか、ここだね。磨かれた暗算がんが12個、おっと素晴らしい。前回置いた暗算がの上に磨かれた暗算が12個、かける2、計24個、場所は外側ですと。この暗算岩の上に置いていく。おお、ぴったり置けた。ぴったり置けた時の気持ちよさ。足りる、足りる、大丈夫、大丈夫っていう時にピタッピタッってはまった時の、おお、おおってなるね。おお、はまった。ってことは、こっち側は何になるんだ？暗算岩になるのかな？磨かれていない暗算岩が遅れる感じになるんじゃないかなと思われる。もしくはジャリ？ここみたいな感じになるんじゃないかな、ここがね、って思うんだけど、どうだろう、予想は当たっているかな。このジャックさんの頭の上は何を置くのかな。そっちの上にもケーキを置くような感じになるのかな。もしくはここにジャックオーランタンずらー並べて、ケーキをずらー並べていくっていう、そういうそういうありえるんじゃないかな。さあ続いてラストアイテムの確保をお願いします。砂利目標にスタック、カバー適量。カバーは帰りに1個持ってきたし、さらに前回1頭増やしておいたので、それを含めてこの餌で取っているんじゃないか。砂利
山がどこかしらにあったような記憶はあるんだけど、どこだったかしら。砂利山、砂利山、砂利山、あ、こっちの洞窟か。もうちょい、ここじゃなくて、もうちょいこっちの砂利山があった気がする。水とバーナっていうところの下あたりがそうだった気がするんだけど、どうだったろうね。ハイパース、砲台が欲しい。切れるんじゃないか。そうでもないか。ふむふむ。ふむふむふむ。なるほど。この足場の砂ちょっと溶かしておいた方がいいんじゃないか。ちょいとね。毎回引っかかるから、これ。OK。こんぐらい取っとこうかね。この程度にしといてやろう。発見。よいしょ。鉄も発見。あ、びっくりした。コウモリか。なんかいるんじゃないかっていう恐怖心があったからさ。黒いからさ、深く見えるんだよ。やめて。その辺やめて。なんとかして。よいしょ。
何今のこれ、超怖いんだけど、やめて。ああマジやべ、お前か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 、ビビらせやがって。今俺の心拍数が大変なことになってる。どうしてくれ、どうしてくれ。ちょ、マジマジ怖い。メガネが曇ってきちゃった。メガネが曇って何も見えないよ。おかしいな。ちょっと早めの梅雨かな、これ。梅雨が来たのかな。ちょっと泣いてないし、別に泣いてないし、別に泣いてない。そんないきなり笑い声聞こえたら怖いでしょ。だってこんな夜中にいきなり笑い声聞こえたら怖いでしょうよ。お前はダメだって、お前はダメだって、お前早いんだって。出たい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 命令出たい命令命令命令。マジマジ笑うなし、ビッチ笑うなし。怖かった怖かった。前にさ、闘技場あたりでさ、作業中に、え、何この声的なの入ってたからさ、それがフラッシュバックしてさ、恐怖心が尋常じゃなく上がってきたわけだよ。え、なんでそんな湧いたし。さっきまでいなかったでしょ、あんたたち。なんでそんな湧いたの。え、そん、あ、こんちゃっす。あいて。飛べ。あ、無理。ちょ待って、心拍数を返して。俺の心拍数を返して。正常な心拍数を。マジ怖い。ビビリ。ビビリだし。いいし、俺ビビリだし。あ、マジびっくりした。マジ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 でマジで今心拍数が寄って帰ってきた瞬間、お前どっから来た、お前どっから来た、お前。いやマジでどっから来た。ええ、あ、チャス入った。あ、無理。あ、もう無理。
病だった。帰ってきた。心拍数が、うん、一時上がりすぎて顔面が熱くて、結果涙が出てきて、泣いてないし、違うし、涙じゃないし、ちょっと雨が降ってきただけだし。人参をありがとう。だし、笑い声入れるなし、みっちに。どんだけ怖いと思ってんの。夜中に撮ってるときどんだけ怖いと思ってんの。笑うなし、笑うなし、みっち。超怖かった。怖かったよ。はい、坂の席がいい。チャリどこ入れとこうか。まずはあっちにかける、次にこっちにかけていく、うん、そうやって拡張、はい、そうやって拡張していくと、このねワークベンチランドはね、そういう空中通路、空中通路をたくさん使ってクモの巣状に張り巡らされていって、あらゆる資源をこの場所に導く、集めていくという、そういう手段ね。あっちのエクスポ王国は、エクスポ王国はね、うん、国王自らがいろいろなところに行って集めるっていう感じだけど、こっちは道を作ってここから集めて持ってくる、持ってくるみたいな、そういう感じ、うん、そういう感じ。ほぼ同じだけどね。とりあえずね、時間も来たことで心拍数も落ち着いたところなので今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問コメントなどある方は下のコメント欄、もしくは ASK.FM までよろしくお願いいたします。以上、片付けともがお送りいたしました。またね。